デイリービルの山根です。編集部から岡村さん、はい、お招きしております。よろしくお願いします。お招きしておりますというのもちょっと変ですけどね。うんうん、はい。まあ、いつもね、すぐ近くにいるわけですけども。そうですね。はい。で、本日、1月25日、はい、木曜日は何の日かと言いますと、ビル最新3月号の、ね、発売日なんですよ。で、早速こう SNS 等々でもね、話題になってますね、この表紙が。そうですね。昨日、飯山あかりさんがね、いかりチャンネルで紹介いただいてね、はい、で、これ今 Amazon でもね、初速がすごいみたいですよ、うん、ありがたいですね、なかなかね、売れているみたいです、はい、概要欄にね、購入リンクを貼っておきますので、ぜひお買い求めくださいと。で、注目の記事、どうしましょう、はい、何からいきましょう。まず、この関東の、この人の不幸に踊る奴らっていうね、うん、これ私担当したんですけれどもね、はい、これ、谷本真由美さん、メイロマさんですよ、はい、あの絶望鋭いツイートで、そうですね、話題のメイロマさんと、飯山あかりさん、いかりちゃんのね、対談なんですけども、この能登半島地震であるとか、このジャルキの炎上、うん、まあ、衝突炎上事件ですよね、あ、まあ、その事故等々、この年初から、まあ、結構悲しいというか、まあ、ネガティブなニュースがね、多い中 で、ね、うん、なんかはしゃいでるやつ多くねって、で、これ名前あるんですけどね、山本太郎、津田大輔、ヘズマ龍、はい、蓮舫、鳩山幸男、ラサール石、まあ、キム・ジョンウンはね、はしゃぐっつうか、まあ、いつもかもしれない、金子勝る、デイビッド・アトキンソン、デイビッド・アトキンソン、ね、イメージあります？まあ、でもこれを読んで、もう、ああ、そうなんだという、こう、はい、盛りだくさんな内容でしたからね。これはね、本当にね、あの、気軽に読めるというか、まあ、この、うん、1月1日から今までのこの3週間、3、4週間を、あ、そういや、こういうことあって、こういうやつがなんかこういうこと言ってたな、みたいなのをね、すごいもう、非常に簡潔にと言いますか、ね、そうですね、読みやすくね、まとめられた、この16ページ、17ページぐらい、ちょっと長いんですけどもね。でも、一つ一つの内容が、こう、コンパクトなんで、うん、すごく読みやすく、読みやすい対談でしたけど。あとはこの今飯山あかりさんがね、何かと話題なので、それに関して平井浩二さん、岩田敦さん、梶信之さんね、古田博さん、藤井元気さんがこの、なんていうんですかね、アカデミズムの話であるとかね、そうですね、飯山さんこうどうご覧になってるのかみたいなのをね、書いていただきましたよ。そうそうたる面々に書いていただきましたね、はい、で、この表紙のイラストがね、なかなか今ちょっとね、ツイッターとかでね話題になっている、まあ、簡単に言えば炎上しているらしいですがね、はい、まあ、でも一つ、まあ、読んでいただいて中身をね、そうですね、まずはご批判いただければという感じで、まずはお手に取ってみてくださいと。そうですね、はい、で、川村君がね、はい、川村さんは私より年上なんですよね、実はね、1個ね、はい、1個だけねすいません、ただ私の方がちょっとキャリアが長いだけで偉そうな顔してすいません、ね、はい、田中角栄、はいはい、没後30年でしたね、去年年末12月ですか、といったところで12月16日かな、そう、はい、だから今ね、このなんだろう、岸田政権になって、なんかこう政治があんまり面白くないと言いますか、安倍さんみたいなスターがいないんで、そうですね、そんな中こう、うん、各さんがね、今の時代いたら、この政治ももう少し面白くなってるのかな、うん、もっとスケールの大きい政治家、まあ今もね、その裏金問題とかね、うん、その何、政治の改革みたいなのがもちろん平成で行われましたね、リクルート事件以降、なかなかこのスケールの大きな政治家っていうのは出にくいのかもしれませんが、ある種まあ、頭の体操として、うん、田中角栄が今、こういう何裏金問題とかどう処理してたんだろうなみたいなのね、いろいろ考えるのはね、楽しいかなと思います。そうですね、これはメインで、川村さんがね、割と4本ぐらいトータルで担当したんですけど、まあ、おかげさまで3本ぐらいあの表紙に乗っかりまして、例えば作家の真山仁さん、田中角栄を殺した魔物の正体、まあ、いろいろね、このロッキード事件ってね、果たしてこうどういうからくりで回っていたのか、それ、うん、どういった舞台装置だったのかってみたいな、いまだにこういろんなこう、なんだろう、ね、いわゆる陰謀論と言われるようなこともあれば、うん、いやでもそれって、でもよく考えたらそれって、まあ、でも陰謀は確かにあったよなとかね、うん、いろんなこう日本だけじゃないとか、アメリカであるとかね、当時の中国であるとか、うん、あれもまさに日中国交正常化から2年後とかの話なんでね、まあ、いろんなこう思惑がうごめいているわけですよ、うん、そのあたり非常に興味深くね、そうですね、皆さんがね、書いていただいてね、うん、そして、田中角栄のお庭番が明かす、角栄の真実ということで、これ元秘書の浅川明さんは、はいはい、川村さんがインタビューしてくれました、ね、はい、そうですね、うん、まあ、最後の秘書と言われた浅川明さん、御年80歳になられるんですけど、うん、ものすごくハキハキしてて、かくしゃくとした方 で、うん、で初めて高校生の時にアルバイトでこうインターンみたいな形で角栄の事務所に行って、からもう24年、うん、こう長い間もうずっと見てきて、
秘書にしかわからない真実っていうのをたくさんお話しいただいたので、うん、やっぱり各家の原点にあるのがやっぱり雪、新潟の国雪っていうのがあって、はい、その思いを忘れずにこうもう生涯忘れずにやっぱりあの政治活動に携わってたっていうのとか、うん、あとやっぱり教育にもすごく力を入れてた政治家だったんで、そういったなんか興味深いお話を聞けたかなという、うん、各家の秘書といえばなんか早坂茂蔵のイメージが強いんですけども、ね、浅川さんむしろこうなんだろう、こう人間田中角栄としてはなんだろう一番近いところにいたというか、そうかもしれないですね、早坂さんはこう外部との、ね、うん、マスコミ担当みたいな感じ で、浅川さんはあの田中派の派閥のこう秘書会をまとめてる立場でもあったので、はい、どうですかこの角栄というその政治家の偉大さというのは、うん、一言で言えば何なんでしょうね。もうやっぱりこうバイタリティ、エネルギーがすごいですよね、うん、でも新潟のこの雪、裏日本をどうにかしたいっていう思いで、うん、あそこまで成り上がっていったっていう、うんうん、ですからでもどうしてもその金権政治とかね、はい、それともあの我々といいますか、特に田村さんはあの青嵐会好きじゃないですか、ですね、石原慎太郎フリークみたいなところがあるのでねそう、まあ、青嵐会ができた動機の一つにやっぱり金権政治打破というのもあったわけで、うん、そうですね、そのあたりどう自分の中でバランスを取っているんですか。石原さんも好きだし、うん、角栄も好きという、そうですね、で、うん、僕も新潟はちょっといろいろ縁があるので、はい、まあ、本当にだから石原さんをすごく好きで尊敬して憧れてきたんですけど、うん、でやっぱり浅香さんも石原さんに対する反論をしたかったと、親父がこれだけ批判をされて、うん、でやっぱりその反論をしたかったっていうので、まあすごくもう石を投げ放題投げつけてきたと、うん、でもこう天才がこう出版された後に会ったんですって、うん、石原さんと。そこでこう挨拶をした時に、うん、こう浅香さんってあの鬼岩の浅香さんって言われて、うん、で、いやそうなんですよ、先生にはいろいろこう無礼なこともしてきましたっていう話をしたらしいんですよね。そしたら、いやいや実は浅香さんに会ってずっとお礼が言いたかったんだよと、うん、天才は随分売れたけど浅香さんの著書を参考にしたんだよっていう、うん、そう、だからあれだけ批判してた石原さんも最後やっぱり田中角栄にこう惚れ込んでしまう、それで天才っていう本まで書いてしまうっていう、うん、やっぱりその偉大さ、なんかその人を取り込むこうなんかこう器の大きさみたいのがあるんだなっていうのをすごく感じて、うん、で角栄も石原さんもその世襲じゃないし、やっぱりこう角栄はその土建業からこう政治家になって、で石原さんはこう作家から小説家から政治家になってっていうので、なんか石原さんの中で相通ずるものがあったんじゃないかなっていう、角栄に対して そのそれが晩年になってなんか色濃く出ていったんじゃないかなっていうのをすごく感じましたね今回の。だからそう、新潟は本当に僕も他人事じゃない町なんで、なんだろうな、角栄の記事をやりながらそれを感じられたし、その石原さんのずっと憧れてた石原さんの思いも感じられたっていう記事でしたね、はい、結局ね、まあ、その石原さんが晩年に天才を書いたというのが、うん、まあ、全てなのかもしれませんね、うん、まあ、政治家田中角栄、人間田中角栄、その魅力なんでしょうか ね、はい、プラス今その例えばロッキード事件で言えば、その東京地検特捜部というものがね、どういう、こう背景で動いてたかみたいなのは、この真山さんもね、そうですね、ありましたけれども、はい、今また特捜が注目を浴びてるじゃないですか、うん、というのも、まあ、一応今さに派閥解散ということで幕引きをね、岸田総理は図ろうとしてますけれども、まあ、そこの、まあ、安倍派がだいぶこう突っ込まれてしまったじゃないですか、はい、そこで、東京地検というのはどういう組織なのかみたいなのをね、そのロッキードからこの今のこの裏がね、被災問題みたいなのを通じてなんとなくこうね、おぼろげながら浮かび上がってきますよ。そうですね、うん、でそのあたりは高山さんと阿比留さんの対談でもすごく、うん、深く追及してるというか分析をしてるので、うん、そしてやっぱそこに何だろうな、見える何かこう透けて見える正義感、その正義感が正しい方向にも行けばちょっと間違ってんじゃないの、うん、みたいな独善的な場合もありますし、プラスその背景にまあ、というかまあアメリカとかね、うん、まあ、そういったもん存在もあるんじゃないのかなというね、一説にはね。あとやっぱり大きいのは世論も大きいんだなっていうのはすごくね、うん、あ、やっぱ特捜もね、やっぱりやっぱまあ朝日新聞とかね、うん、まあ、読売、まあ、まあ伝統的に朝日新聞にいろいろリークして、で世論形成で、まあ、特捜頑張れの雰囲気を作ってっていうのもね、うん、もちろん、ね、もちろん世論のね、うん、支えなければそう好きには勝手にはね、動けないんでね、うん、そうですね、やっぱだからロッキードもそうだし、あの時も世論がすごく
とかマスコミの、うん、やっぱり検察はマスコミを使おうとしたっていうこともすごくこう、うん、この記事の中にあるんですけど、うん、やっぱり角栄はやっぱ悔しかったと思いますよ。その、うん、ね、濡れ衣じゃないですけど、うん、こう正直言って知らないところでこう、うん、大きな問題になってたっていうところで、うんうん、そうだからね、ただそのそれでもちょっと話戻っちゃうんですけど、うん、それでもやっぱり選挙区の人たちを裏切らなかったっていうところで、うん、各栄が引退を表明してからこう柏崎に戻るんですけど、うん、そこでねやっぱりみんな選挙区の人たちをこう迎えて各栄もこう、うん、人目もはばからずこう泣いてありがとうありがとうっていうところで、うん、なんかすごく物語があるなと思いましたね。なんかいろんなこう物語がこう絡み合って、うん、やっぱ世の中って大変なんだなと思いました最終的になんかすごい月並みな、ね、そうそう軽いところに帰結しちゃう。いや、そういうのはそういうものなんです結局は、ね、最後にデイビッド・アドキンソン言っておきます。デイビッド・アドキンソンはなんでこれ触れられてるかって言ったら、はい、谷本さんがね、これあの JAL 機のこの衝突事故があった時、あれ1月2日じゃないですかに羽田にねちょうどいてロンドンに戻る年末年始この日本にね滞在してたんで、ロンドンに戻る息子さんと一緒にそう待ってたんですって。そしたらもうその JAL 機の事故があって、うん、あの飛ぶのかなフライトがね本当に時間通り飛ぶのかなみたいなの中、結構ね外国人の、女性の、まあ、白人の女性がいたんですって。そしたらそれがなんかその喫茶店あるじゃないですか、あのカフェが空港の中に。そしたらなんかその注文しようとしたらもうなんかラストオーダーが終わってたみたい でそれに対して少しなんかその外国人の女性が切れて、なんか結構なんかこう放送禁止用語みたいな4文字を言ってしまったんですって。でそれを見て谷本さんがこんななんか無礼でなんか迷惑かけるような外国人は日本に来てほしくないみたいなツイートしたら、それになんかデイビッド・アトキンソン氏がなぜかこう急に FF 外から失礼しますみたいな入ってきて、なんかそれ人種差別じゃないかみたいな、なんか排外主義じゃないかみたいなことを言ってきて、そこからちょっとバトルがメロマさんとアトキンソン氏の間であったみたいな、ね、なんかこのなんだろうアトキンソン氏って、なんか政府のなんか有識者とかねとか勤めてたら、あとインバウンドとかで菅政権でいろいろ提言とかしてますけれども、なんかうさんくさくないですか。よくなんか竹中平蔵氏と並列でこう語られますよね、その中小企業淘汰政策みたいなのも結構提言してるじゃないですか、コロナの時にね、ここでもう中小企業飲食店とかはもう淘汰される、ここで淘汰されるんだったらもうそれまでなんだから、もうこれはいい機会だみたいなね、そういうなんだろう社会進化論、シュンペーターみたいなね、そうなんか弱肉強食みたいな、そこになんか国家として、そうですね、なんだろうな、そういうコロナみたいなね特殊な緊急時においてはちゃんとこう支えないといけないしね、生活を。そうですね、そのあたりがね、なんかこう弱肉強食思考であり、なんかねあんま非道なんですよ、あんまり。だからね、言ってしまえばね、まあ、また私もヘイトスピーカーと呼ばれるかもしれないですけどね、アトキンソン氏日本人的じゃないんですが、だしその外国人のマナーに関しては結構外国、同じ外国の方からも、日本にいる日本大好きの外国人とかも結構ね苦言を呈される方多いので、そうだからあのアメリカでメキシコ国境の、やってくる不法移民に一番反対しているのが、あのテキサス州のヒスパニックの人々みたいなね、いやまあ不法移民のおかげでなんか自分たちのなんか印象も悪くなっちゃうじゃないですか、プラスまあまあ自分たちの、ねうんそうですね、コミュニティというか、やってる仕事みたいなのを奪われるみたいなかもしれないですけどね、逆にだからね海外でこうワーワー言ってる日本人がいたらね、それはやっぱり日本人のイメージになっちゃうわけですから、それこそあの村雨さんとかあるじゃないですか、はいはいはい、あのがイケメン、俳優の何人でしたっけ、スウェーデンかな、スウェーデンの方ですか、北欧とか、それこそナザレンコさんとかね、おっしゃってますけれども、むしろああいった在日外国人の方の方が迷惑外国人には厳しいですね。そうですよね、でも今この安い日本、円安でねどんどんこう今まで東南アジアとか、まあ中国に行く人はいないか、まあ、でも中国韓国に行ってた人たちが今日本にね来るようになってるんですよ。で今まではその日本をリスペクトして漫画とかアニメが好きだから日本にやってきたって人たちだけじゃなくて、安いからっていうただそれだけの理由だけで日本にやってくる人がいるわけで、そういう人たちがこう富士山でねゴミとか勝手に捨てるわけですよ。確かにね、そのインバウンドっていうのもね考えないといけないかもしれない、まあ、そうですよ、オーバーツーリズムってやつですね、ちょっと入れすぎなんじゃないのって思う時ありますし、そうですよね、
で、まあ、菅さんとか何かな、神奈川グループ、うん、河野太郎、小泉進次郎とかはそういうのをやりたいでしょ、うん、オーバーツーリズムもいいと思ってるでしょ、うん、でプラスそういうのの何、なんだっけあれ、あの白濁、はいはいはい、ライドシェアね、あライドシェアもうそれでアラバはセットで、ね、うん、完全にしますよね。それ果たしてどうなのって、うん、ちょっと考えないといけないですよやっぱり、うん、でそれの提言者というか、うん、理論的、政策理論的支柱がアトキンソンみたいなイメージがあるんですけど、ね、はい、違ったらアトキンソンさんあの指摘してくださいそうですね、はい、で最後に触れときます、はい、もう一回この炎上したこの絵について、これは何、飯山あかりさんがこうパンチグローブのようなものでこうね KO、テクニカルノックアウトみたいな感じなんでしょうか、ね、こう言ってますよね、これなんか暴力を助長するという批判があるんですけど、うん、どう思いますか？とんでもないと思うけど、暴力はね、これが暴力、ま、だったら難しいですよねこれ、うん、まあ要は風刺画みたいな、みたいなのが何なの、ワンピースとか見て、まあ、あれは海賊行為で犯罪だからね、国際指名手配すべきだみたいな、それを助長してるみたいな、いいのかな、ゴルゴ13とかは発禁処分、まあ、そう求めるのかな、そういう理論にもなりかねないですけどね、うん、まあ、そこは、まあ、とにかく内容を読んでいただいて、うん、 そうですね、そこからね、この賛否両論いろいろあると思いますがね、そうです、そうです、はい、概要欄に購入リンクを貼っておきますので、ぜひお買い求めください、はい。